どうもこんばんは、やるたまです。今回なんですけど、重心化したアベル、こちらをね、イリアの方で使っていきたいと思います。っていうことで、僕ね、一応アベルは結構複数体持ってたので、あれだね、モンスト公式さんのイリア M4 のライブを思い出させるような、アベル4で行きたいと思います。で、今回なんですけど、アベル重心化して、まあ、強くなったポイントなんですけど、まあ、ギミックかね、アビリティが説明していくと、超アンチ重力バリア。で、スワビに闇属性キラー、闇属性耐性、ゲージ倍率保持。で、ゲージでアンチブロックとアンチ魔法陣状態上回復っていう風な形でね、まあ、かなりね、ギミック一つ増えて優秀になったかなと思います。で、ストライクショットなんですけど、8ターンプラス8ターンの、まあ、自強化とクレタ的のレーザーバリアを一定期間消滅させるっていう風な形でね、イデアのじゃなくて、アベルの友情コンボが、ランページ反射レーザー EL とトライデントレーザー EL っていうところもあってね、友情コンボとも、かなりね、シナジーがあるというか、かなり友情コンボも、ダメージ出しやすくなっているストライクショットかなと思います。はい。で、また倍率とかはね、多分ね、テキストに載せてるかなと思うので、そちらの方、参考お願いいたします。はい。ということで、まあ、パッとどこで使い、強いか、どこ使うかなと思った時に、やっぱ、アベルといえば、やっぱ、イデアでしょって思ったので、イデアに連れてきました。どうかな？みんなも多分さ、アベルってすごいイデアのイメージ多分強いんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕はあれだね、もうアベルどこで使ったっていうと、もうイデアを運極にするときに、まあちょっとね、せこせこ回ったぐらいかなと思うんで、まあちょっとその他の使うキャラクターというか、まあでも重力とブロック、あと魔法陣ついたことで、まあもう少しね、いろんなとこを連れて行きやすくなったかなっていうので、結構今後はね、やっぱりあれかな、例えば、乙骨とか、キスキルリラとかでいけないクエストに関しては、このアベルが使われるようになるのかなと思います。はい。ということで、あれだね、普通にイデオサクサクってきてるね。やっぱまあ、楽なんだよ。アベルできたら、普通に。普通に楽。で、これとかも、あれかな。弱点をうまく貫きつつ、いけるかな？いけるよね。よいしょ。はい。で結構封印弱点めんどいんだけど、まあ、アベルね、超スピ、線形解放した超スピンもなるんで、この辺はね、かなりね、すごい優秀かなと。よいしょ、ここも普通に、いや、強いなぁ。いや、優秀、え、やばいやばいやばい、普通に強いと思う。そうそう、スピード型で超重力で動き回れるっていうのを差し引いても、かなり強いかなと思う。ぶっちゃけ、そう、思ったんですよね。まあ、どこで使えるかなとは思ったけど、やっぱ、まあ、周回貫通キャラで友情強いっていうのも含めて、まあ、どちらかというと周回向きかなとは思います。今後、まあ、どんぐらいね、その高難易度ではさ、はまるかちょっとわかんないんだけど、まあ、周回向きで使うのが多分一番いいのかなって僕は思いますね。よいしょ。はい。まあ、あとはイデアを運極にしてない人がモンストの日に使うっていう風な形ですればいいかな。で、このイデアなんですけど、一応僕何千、どんぐらい持ってるかな、同族三加撃積んどいて、あとは線形撃進んでるから、まあ1万以上持ってるね。だから、まあ1万以上でこんぐらいの火力って持ってもらえれば、まあいくのかな、と思います。結構強いね、やっぱ。なんか別に何も困ることなくボスまで来ちゃったけど。はい、で、これちょっと、あれかな、SS どんぐらいかな、なんだっけ、紋章ついてる、アベルとかだったら、確かね、この SS で、普通にね、弱点効果パネ踏まなくてもいけたんだけど、まあ、さすがにないな、それは。さすがにちょっと欲張りすぎたね。あとは、まあ、普通にここはゲージ外して、雑魚処理していきましょうか。雑魚処理しつつ、よいしょ。まあ、ここら辺はやっぱね、イデア、普通に雑魚処理、あんま変わってないね。火力がやっぱ高いキャラクターだったらすごい。だからこのアベルがスピードじゃなくてバランスだったら多分もう多分超壊れなキャラクターだったんで、その辺多分モンストウイルスは調整してきたんじゃないかなと思うね。で、これは、ちょっとミスったので、1P のアベルを、あれかな、普通にまたゲージ外しつつ、弱点効果パネ踏んで、で、あれかな、左下の雑魚だけ倒す、で、次が 2P なので、これは普通にあれだね。弱点、上の封印ちっちゃい弱点踏んで倒していこうか。よいしょー、ほい。よいしょ。はい、で、これ SS1 本打ちたいね。ちょっとどんぐらい出るんかなと思うので、ちょっとどっかで、ここかな、タイミング的に。
ここだね。ここで打つか。これストライクショット打って、どんぐらい出るんだろうね。弱点、パネル何個踏めるか。1個、2個までは見える。2個いけるね。よいしょ。いやー、強い。強いよ。2段階はやっぱ結構な火力が出る。普通に強くない?まあ、優秀だと思う、めっちゃ。まあ、弱点兄貴っていうところはあるけど、イデアではね。まあ、その他のクエストでは結構活躍するんではなかろうか、と思うね、これ見てると。SS 打ちたいけど、まあ、ラストゲージも残しておきたいので、ここは普通に雑魚処理ムーブで動きまーす。よいしょ。はい。で、ここで移動してくるので、ここはあれだね、横干しつつ、かな、横干して、弱点1殴って、まあ、複数回ね、殴れたらいいかなって感じね。いいよいい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 強い強い。ここの処理ね、結構バイク処理めんどくさいんですけど、かなり強いかなと。これ呼ばれるでしょう。呼ばれてイデアが真ん中に来るんで、これ縦勘でダメージみたいね。縦勘で、結構半分以上削れると思うんだよね。パネルも。よいしょ。いや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 、優秀。で、これ縦勘で削って、で、ラストゲージだね。やっぱ、モンビだわ。モンビこれでみんな回ろう。回るのは多分すごい楽だと思う。これで回る。だから、やっぱまあ、アベルも、限定重心化ってだけは多分僕はあるかなと思いますね。まあ、普通に、やっぱまあ、ミニパークって言いつつも、やっぱりそのね、出し物で発表されるって感じではあるね。はい、これ SS 横換して、よし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 。いい感じ。もうちょっと暴れてもよかったかなと思うけど、まあいいよ。ね、これは普通にあれだね。ゲージ外しつつ、これルーチェだっけ?名前忘れたっけ?ニーチェだっけ?これ処理して、右側処理して、おしょ。はい。で、あとは、あいつを倒せばボスが覚醒するので、これ友情コンボ出して、倒して、よいしょ。で、ボス覚醒して、HP のストライクショットをどっかで打ちたいね。回したいな。回して打てればいいかな。これもゲージ外してだね。ゲージ外して、弱点効果パネル踏んで、よいしょ。横勘で倒すと。あとはもう削るだけ。ボス削るだけだよ。で、弱点が、左上の弱点貫かないといけないんで、これで左上で貫いてからの、いや、結構さ、友情でもそこそこ出るんだよね、ダメ。だから優秀だとは思う。で、ここはストライクショットで、パネル。いや、角度ちょっとあれ、甘い気がするけど。パネル1個踏んで上からザクって帰ってこれば最高だけど、いける?おし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 、オッケー。決まったかな?いや、ちょっとずれたな。まあ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 、でもずれてこんだけダメージ出るんだったらいいんじゃない?最初の、多分2貫通ぐらいしか弱ってできてないから、全然優秀だと思う。はい、これでストライクショットで終わりたいと思います。ということでね、皆さんね、アベルはもう普通に、強いキャラクターで、多分使われるというか、周回用のキャラクターだと思うんで、持ってる方はね、ぜひ重心化してみてください。引けた方もね、かなりキャラクターの性能としては強化されたんで、ラッキーかなと思います。ということで今回、アベル重心化使ってみたの動画終わりたいと思います。では、バイバイ。